トーマス・ハッパー・インスは、アメリカ合衆国のサイレント映画機のプロデューサー、映画監督、脚本家、俳優、ウエスタンの父として知られ、生涯で800本以上の映画を制作した。インスは、ハリウッドで初めてメジャーのスタジオ施設を作ったことと、映画制作の工程に、ライン生産方式を導入したことによって、映画産業に革命を起こした。ロサンゼルスのパシフィック・パリセーズに、 インスビルと呼ばれる自身のスタジオを持った。さらに映画におけるプロデューサーの役割を大きくした。脚本を書いたザイタリアンと監督をしたシビリゼーションの日本はアメリカ国立フィルム登録簿に保存されている。後に D.W. グリフィス、マック・セネットとトライアングルフィルムコーポレーションに参加した。トライアングルから離れた後、 トライアングルのスタジオのあった場所から1マイル離れたところに新スタジオを建設した。大富豪ウィリアム・ランドルフ・ハースト主催の豪華戦場パーティーの最中に心臓発作で急死した。これをハーストに殺されたにもかかわらずその事実が隠蔽されたとの噂が立てられた。この噂に基づいた映画ブロンドと棺の謎が作られている。ありがとうございます。